ようございます、ヤギちゃんです。見てください、こんなに綺麗な絶景の中車中泊をしておりました。今日は長野県白馬村に来ております。めっちゃ急、キャンセル大変、戻るよ。おはようございます、ヤギちゃんです。今私はエイブル白馬のスキー場におります。昨日ねちょっと車中泊して後ろが今バラバラして結構散らかってるんですけれども、今日はここから、雪山初心者でも北アルプスがすごく綺麗に見える琴海山という山に登ってきます。結構ねいっぱい人が来ています。今7時半です。8時15分ゴンドラオープン。スキー場のリフトの東見駅というところからアルプス平という駅までゴンドラとリフトを両方乗り継いで向かいます。登山の場合の往復セット券は大人1人3000円。ここからまずテレキャビンに乗車します。ゴンドラ降りて、ここが最後のトイレです。もう一個、わー寒い、まぶしい、うわー目焼けちゃうね、これ絶景だよ。あそこからちょっと降りて、あれに乗って上がってあそこまで行きます。はい、バーどこ？バー下ろします。よいしょ、バー揺れる揺れる、はい、ちょっと高め。ゴンドラからリフト乗り継いで上までやってきました。ここは地蔵の頭のちょっと下です。じゃん、でも登ってる人たちがいますね。今日はここから琴海山に登ります。標高差がだいたい500メートルくらい、今標高1500メートルくらいのところにいるんだけど、2000メートルくらいまで上がります。コースタイムが往復で5時間くらい、ゴンドラの最終便には降りてこれるでしょう。今日は標高差は少ないんですけど、北アルプスの降ったばかりの雪の上をかなり急登を上がっていくので、12本アイゼンを装着します。ドキ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 。お待たせしました。ここかな、よし。ちょっと雪がやばすぎて散歩で和感装着することになりました。オッケー。トレースができてる。ありがたい。ここをまっすぐ進んで、あそこの坂を上がって、あそこも上がって、琴海の山頂は、あのポコポコポコの向こう側です。ビーコンチェッカーと、雪崩危険度。まだ大丈夫だよってことだね。親切？うん。冷たい。冷たい。すごい。待って、深い。深い。この道路より深い。見て、ここあるじゃん。はい。よいしょ。
しょ。楽しかった。行きますか。だいぶ登ってきました。ちょっと眩しいかサングラスをつけさせていただきます。はい、今歩き始めてどれくらいかな、1時間半ぐらい。あそこにリフトが見えます。あそこからペペ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 って来ました。今日はすごく天気がいいです。で、気温も下はマイナス9度だったから多分寒いはずなんだけど、かなり日差しが強くて照り返しもすごいのでとても暑いです。私下にねメリの1枚とこのパタゴニアのフリース1枚だけで歩いてます。そしてめっちゃ急なの分かりますでしょうか。もうほぼなどれくらいだろう、すっごい急な道を今から登ります。頑張るぞ。こう斜めになってるんだけど、そっからさらにドーン、急なの。だから歩きづらいよ。よいしょ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 。え、危ない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。急だった。おー、すごい稜線がすごい綺麗。はあ、めっちゃ綺麗です。ありがとう。風が強くなってきたのでハードシェルを置きました。あと少し。よし、お世話になりました。すごい急なの。頑張る。頑張るよ。すごい、めっちゃ急。これ落っこちないように気をつけないと。すごい急だよ。
っこいい。じゃん。登ってきた。落ちたらやばいです。じゃん。めっちゃ綺麗。じゃん。すごい。すごいね。うん、階段みたいになってる。ありがたい。かっこいいね。昨日は雪がもう大雪で降りすぎてトレースも全くなくて、昨日の朝この辺りで引き返したっていう人とすれ違いました。なので今山頂にいる方たちがこの立派なトレースを作ってくれたというわけです。ありがたい。すごいの、ほら。トレースありがとうございます。よし。ちょっとモフモフの新雪をラッセルで歩いてみようと思います。膝下だから全然いける。よいしょ。あ、よいしょ、よいしょ。どんどん深くなる。うん、大変。合流です。めっちゃ天気いい。ラッセル大変。戻るよ。よこしょ。よこしょ。よこしょ。戻ってきた。よいしょ。登り始めて3時間。ほとおみ山2007メートル着きました。タッチ。やったー。結構雪がふわふわで急登も多くて登るのがすごく大変でした。標高差自体は500メートルで少ないんだけど、こうわっせわっせと登りました。よいしょ。絶景でーす。すごいの。わー、快晴の中360度の絶景です。長野市の方も見えるし、ちょっとどれがどの山かわからないんだけど、あの辺りが北進五岳です。ぐるーっと回るとこちらは白馬三山です。真っ白、かっこいい写真も撮れました。そしてずっと見ながら歩いてきたかっこいい五竜岳と、その隣が鹿島槍ヶ岳です。ミカさん、お疲れ。お疲れ様。すごい綺麗。あのでっかいのが鹿島槍です。あ、G も見えるかな。よいしょ。あっちが G ヶ岳。もう明るすぎてスマホの画面が全然見えないの。見えてると信じています。よいしょ、よいしょ。超絶景。ミキちゃん、これあげる。大阪レトロカフェドーラ。おいちと、なんか可愛いのもらった。わしもあるよ。ありがとう。おやきだ。おやき。長野のおやき。昨日買ったの。いろは堂のおやきです。いただきます。乾杯。乾杯。乾杯。うまっ。昨日の出来たては、
なんかサクサクふわふわって感じだったんだけど、一日経ったらしっとりしている。長野っぽい。うん。うまー。うまー。渡って降りてきました、あとはこのアルプス平駅からゴンドラで下に降りていきます。わー、はい、降りてきました。あ、ゴンドラめちゃくちゃ楽でした。白馬の美味しいご飯を食べに行きます。今日はいっぱい動いたから万年ダイエット中だけどカロリーゼロ。今日のお昼ご飯はアンクルスティーブンスなんとかなんとかメキシカン料理というお店です。この時3時過ぎくらいだったんだけど、この時間やってるかなと思ってたんですけど、こちらのお店は通し営業をしていました。ただ3時まででランチが終わってしまっていたので、こちらのタコスも2200円、ホームページは1700円って書いてあったから、インバウンドの影響でかなり値上がりも進んでいるみたいです。ただお味は本格的で大変美味しゅうございました。いつも応援してくれてるみんなありがとう。次回は蓼科山の雪山登山の様子かな。シーズン最後頑張ってきます。またねー。